はいどうもこんばんは、こわて着ぐるみです。今回の動画は最近ね、新ツムとかに搭載されているおまけ効果。このね、おまけ効果とは、大ツムが振りやすくなったりとか、限定された特殊ボムが出やすくなったりやとか、今月のね、新ツムの、ビーンズカモビルなんかは、スキルゲージがね、ちょっと溜まりやすくなったりっていうような、特殊効果がもらえる、能力なんですけども、今回のセレクトボックスにも入ってます、こちらのツム。はい、もうプレイが始まってますけども、はい、ビーンズカモアズール。こちらのね、おまけ効果がね、ちょっと珍しくて面白いので、今回ご紹介させていただきます。今回はね、コイン稼ぎをしながら、なので54のみでプレイした動画をご覧いただいております。ということで、はい、このツムなんですけれども、まずね、スキルの発動ツム数が14個と非常に軽いツムになっております。ただね、コインのマイナス補正がマイナス1あるツムになっております。そしてね、詳しいツムの、スキルの効果とおまけ効果についてはこのようになっております。はい、スキルは画面中央にツムをまとめて消すよとなっております。なので普通の中央消去、ではなくて、若干ツムが真ん中にギュッとね、このアズール の出す網にかかるような感じで、真ん中にキュッとなってね、消してくれるスキルになっております。そしてね、ちょっと真ん中のところにね、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、文字が追加されていて、イベントなんかに出てくる特殊なやつ特殊なやつというか、例えば今回のイベントで言うと、お菓子の、材料とかね、なんか割らなきゃいけないイベントのやつだったりとかをまとめてね、真ん中によってバーンと割ってくれるので、そういったね、イベントのミッションとかにも活躍してくれるようなツムになっております。あとね、このおまけ効果でコインボムがね、作りやすくなっております。これね、意外とコインボムめっちゃ出るやしね、イベントのコインボムミッションはめちゃくちゃ活躍してくれるツムやと思います。今まではね、ボム系のミッションといえば特殊ボムを出してくれる、例えばミスバニーとか、あとティモシーとか、そういったツムやったり、あとはね、コインボムがね、だいたい16から18チェーンが出やすいでしょ。やし、チャーム付きのツムとかでしかなかなかね、戦えなかったのが、このツムのおかげで、コインボムに限ってなんですけども、ミッションがクリアしやすくなっておりますので、ぜひね、一体でも当てていただいて、はい、活用していただけたらと思います。素点でだいたい5200コインぐらいやったかな、はい、という結果になりました。いかがだったでしょうか。はい、スキルマックスやったらね、もうちょっと中央の消去量が多いと、もっと稼げるツムになったんじゃないのかなとは思いますし、やっぱりコインのマイナス補正がね、なければ6000、7000コイン稼げるツムなんじゃないのかなっていうような気はします。ちょっともったいないですけどね。はい、ただ、イベントやね、ミッションで活躍してくれるツムだとは思いますので、お持ちの方はぜひ遊んでみてください。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければ応援のチャンネル登録、グッドボタンを押していただければ嬉しいなと思っております。みんなとももっともっと仲良くなりたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ツイステのコラボツムも増えましたよね。ただ難しいねツムも多いので、まだまだ僕も練習したいなと思っておりますので、はい、コイン稼ぎ頑張っていきましょう。というわけで、今日誕生日の人おめでとう、こわて着ぐるみでした。